武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、愛知教育大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学も、他の科目と同じくですね、科目の専攻などによって、パターンがいくつか分かれていて、大問5つ、回答する時間120分のパターンと大問3つ回答する、90分のパターンと大問2つ回答する、60分のパターンがあります。で、難易度、としてはですね、その大問5つ回答する一番時間が長いパターンがやはり難易度が一番高く、まあそれ以外の部分に関しては、まあ一部被る問題もあるので難易度高いっていう、ところもその大問3つ形式のところはあるんですが、まあワンランク落ちるかなって形です。なので、その大問5つ解く形の、まあ主に数学専攻のところですねに関してはマーチレベルまでやっておいた方が、いいかなというレベルですね。まあマーチの参考書やる代わりに、まあキャンパス、まあ国公立標準問題集のキャンパスなどをやっておくっていう形でもいいかなと思います。で、それ以外の、まあ大問3つか大問2つのところであれば日大の発展レベルである、まあ入試筆記いろは、などをやっておくと。ただあの記述論述形式で、回答する必要があるので、やはり記述の練習はしっかりしておきましょう。なので記述の自信がない人は、まあ、あの数学専攻でなかったとしてもキャンパスなので、記述の練習をしておいた方がいいかなとは思います。ただ基本的にこの大学に関してはセンターの配点がかなり高めなので、センターでしっかり稼いでおけば、まあ、基礎がちゃんとできていれば十分合格点まで持っていく点数は取れるかなとは思いますので、あくまで数学で点数稼ぐ場合であればそこまでやっておけば、おいた方がいいという形ですね。で、問題の出てくる範囲に関しては、まあ、証明だったりグラフなど記述論述力が求められるような問題が比較的出やすくはなっています。なので、そういった問題を計算だけ解けば答え出て終わりっていうものよりも、証明だったり、ちゃんとグラフなどを書いて図形などを書いてっていう形を求められる、部分を特に、まあ、センターメインでやってた人は弱くなっている可能性が高いので、まあ、優先的に、強化しておいた方が、いいでしょう。で、問題そのもの、が全く解きかかったかわからない問題が出るというよりは、見たことあるけどじゃあ実際答え出せるかみたいなところが、要求される問題の難易度となっておりますので、まあ、あの問題集など出てくるような典型問題を答えの暗記じゃなく自力で記述で書けるように練習をしておいてください。以上が数学の勉強となります。